これこれなんとか生きてる。ミリ盆栽。ミリになってないよ。大きくなっちゃいました。大きくなっちゃいました。うん、大きくなっちゃいました。サイズじゃないんだよ。形です。形。盆栽はサイズではございません。豆盆栽の。そうです。盆栽っていう名前がつかなくちゃ。植木じゃないんだから。なるほど。では。これは皆さんご存知でしょうか。大箱という雑草があるんですよね。よく道端にも、生えてもお庭にもね生えててとっても始末に困るやつなんですけど、それのラシャバ。ラシャバっていうのはこうぐちゃぐちゃっとしてる葉っぱね。ぐちゃぐちゃっと、普通はこう長いんです。それでもっとこうツルツルしてるからね、それがぐちゃぐちゃってなってて、さらに斑入り斑入りラシャバ大箱、姫大箱って言うんですけど、これを種ができるので、種っても大箱の花は全然可愛くないの。ピューって伸びてブツブツってできるだけなんで、それを取って巻いて、これが春に巻いたやつ、春に巻いた。これが、そうですね、これが去年の暮れに巻いた。だからちょうど半年ぐらい、半年ぐらい違うんですけどね。まあこれだとちょっと植え替えにくいので、こっちを植え替えて、で植え替えて1年経ったやつがこれです。もう1年ででもこうなるんですね。うん、なんだけど、これもともと一番ちっちゃいポットなんで、大きくしないようにこれに入れてるので、同じものをこっちの鉢に入れるとこうなります。なるほど。だいぶ違うんですけどね。これだと大きすぎる。これ最大です。この草はこれが最大なんです。これ以上大きくなりません。これを維持するために最初から小さい鉢に入れるんですよ、それをちょっとやってみましょう。本日も盆栽温度さんに来て、いろいろ草を教えていただくということですね。はい、そうです、はい、よろしくお願いします。ミニっちゅうとやっぱこんな感じですかね。これなんか、これに植えるとこの鉢のサイズに合った成長します。一番細いのどっか丸めてる。これはね、いっぱいあるからね、端っこからね、崩すしかないんですよ。こうやってね、もう簡単に種まきなんで、ピュ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 ってこうやって、結構ね出てるんです。そうですね、こうこんな感じですね。豆盆栽はね、こまめな作業です、はい、取っていって、で一回これ洗います。はい、ボヨボヨボヨってこんな感じ。はい、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 ちっちゃいですよ。こまめな作業ですね。はい、これをやらないと豆盆栽にならないんです。これがいいか ね、 ね、色気がね。こっちのも使ってみますか。ちっちゃい方にしましょうか、はい、でも穴が小さいんで、これはもう網引きません、はい、これを穴よりちょっと大きめの粒があれば、穴よりちょっと大きめねちょこっと入れる、本当にちょっとだけ、はい、はい、はい、でこれもこれもね、一粒一つ、はい、はい、これマグランプ系です。そうです、これ大きすぎますから取ります。これじゃ土になっちゃう。じゃあこれに入れるのに組み合わせ、結構ね斑入りが入ってますから、はい、こうでしょ、大きいのとちっちゃいのを組み合わせていきます。こっちの鉢の方が大きいんで、こっちの鉢にちょっと多めに入れてあげましょう。よ、こうやってまとめたら、根っこがあるでしょう、根っこ切りますね、はい、ずっと結構な、このくらい、結構、このくらいに切っちゃいます。鉢がね小さいんでね、入らないですよね。こればっかりはね、一瞬の技で植えないといけないんです。一瞬の技グズグズしてるとばらけちゃうからね。指で収まえてて、つつくのはもう絶対つつきますから、で反対側ちょっと開けて、こっち側にも土入れて、すごい作業、入ってんのか入ってないのかみたいな感じですけど、ほらこれがね大事なんです。
ミリですね、うん、ミリですね。でもこのくらいのに入れると本当成長しないで立ち上がって木みたいになってきて面白いんですよね。よし、これでこれです。これでちょっと上からキュッと押さえてね、はい完成そうですね、かわいい。これよりだいぶ鉢が小さいから、うん、これで1年経ってるわけですから。なるほど。これが1年経ってもほんのちょっと大きくなるだけで元が太りますけど、そこまで大きくならない。大きくならないですよ。やっぱ鉢の大きさで成長しますから、桃のちっちゃいのはこうで、これを2個にすると大きくなりますからね。わかりますか、ね、数入れとけば、うん、お互いに牽制し合って大きくなれないんで。なるほどね、うん、でこれまた根っこ切ったのでこういう状態ですね、はい、これを入れます、入れます。こうやって寄せといて、それでこっちから入れるんですよね。それでつっつくと。その端も先端尖らしてるんですね。はいそれは、うん、これじゃあね、ご飯はちょっと作るのはちょっとあれですけどねちょっと出ちゃいましたね、根っこがね。水をくぐらせて、はい、ね、で今植え替えたてなんでちょっとペタッとしてますけど、もうちょっとこうしっかりしてくると根がすぐ張るタイプなんで、これクッと立ち上がりますから、こういう風にね、だんだん木になってくるんですよ、元がね。このでも姫大箱のなんとか賞ですね、これ。姫大箱のフイリラシャ。フイリラシャ。ラシャです。メジャーなんですかね。昔は結構山野草の人も扱ってたけど、今なんか売ってなくて、血で残ってんのが珍しいそうです。探してる人がよく来ます。作らないのね、地味だからね。地味なものを販売しないから、山野草の方はね、だから飾りとしてもね、この粉も入ってるしいいですよね、なんかね。うん、ただ冬は葉っぱがすごいちっちゃくなってて、真冬はちょっと使えないです。11月ぐらいまでかな、うん、で花はこれから咲きます。このくらいのところピュッと出て、地味な花が、地味な花が、はい、だから発芽率が高いので、ご自分で種まいてこういう風にバーッと出るので、これ一つ持ってると3本咲くからね、うん、からでそれ取ると3本分でこのくらい出る。結構1個あるといいですね。結構増えますよこれはね。種を取るっていうのがよくわからないかもしれない。そうですね、草の種、草の種を取る。欲しい方は上のグリーンクラブに来て置いてあるかな大野さんどこで買ってくださいと、はい、な高いもんじゃございません。高いもんじゃございません。もしかしたらうちだけかもしれない、安いのは分かんないんですけど、増えちゃってるからこうやって値段が毎年一定量作れるので、うん、値段が安定してるんです今。今年は売り切りみたいなことがあるんだあるあるある。今年はまだ500円ぐらいのが 3,4 個、うん、でこれからほらこう植え替えたやつが、はい、秋用にこれを植え替えて秋用に出てくるので、うん、去年植え替えたやつがもう 3,4 個かな。なるほど。これでもさすがに可愛いけど管理ができるの。草だから大丈夫。草では大丈夫、うん、木だと大変だけど大丈夫。これが木漏れ日草。木漏れ日草と言います。多分洋種の何か草なんだと思うんですが、うん、花咲いてるんです。花ほら、あ、ちっちゃ花咲いてるの。ちっちゃい花が。なぜ木漏れ日草か。なぜ木漏れ日草かこの雰囲気は木漏れ日って雰囲気だよね。でもね、なんとなくね、別名が多分あるんだと思うけど、うん、知らないんです。洋種だったら木漏れ日草ってついてるってことは結構古くからある。ありますね、うん、結構古くからうちにはありますね。よいしょ。これは種で、種こう親がここに置いてあって、うん、で生えてたんですね、うん、親このくらいなんです。一応草なんで木にはならないで、大きくはならないで、うん、このくらいしかならないんですけど、で今咲いてる花がすぐ種に変わるんですこれ、はい、上向いてる時が花で、下向いたらもう種なんですよ。ここに種が入ってるの見えますか。アップでしないと分かんない。ここです。
はい、これ丸くなって粒が見えるでしょ、うん、花が上向いて花が咲いて下向いたらもう種なんですよ、はい、でこぼれるんです。それでここにバーって子供が生えてきた。勝手に増えてた。勝手に増えるんです。こうやってこれに似た草が、うん、コミカンソウっていうのがあるんですよ。もうちょっと葉っぱが大きくて実がみかんみたいにみかん色になる。かわいいじゃないですか。かわいいんですけど、うん、このくらいになるんですね。このくらいで大きいんです。葉っぱもちょっと倍ぐらいあって、うん、それはね結構雑草のように生えてるところにはあります。だそれの仲間だと思うんですけど、これは木漏れ日草。これもなんかこういうのに入れて作るんですか。そう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 。これはねこれはねよいしょって掘り上げるしかないじゃないですか、うん、よいしょ。ほらあんまこの鉢に入れるイメージがつかないそうですか。空色。最近鉢不足なんです。鉢不足ですか。はい。めちゃめちゃいっぱいあるイメージですけど、これでしょうね。これも穴がちっちゃいんで網なし、はい、網なしでいきます。あれザッザッとね。これだけはほんのちょっと。そのまま。え、もうこのまんま。これはね、もう止めない止めないでね、一気にいきます細かいので。これはもう苔で止めるしかないんです。こういう草なんでね、根っこもそんなにある方じゃないんで。これがね、でもね今まだ子供なんですよ、ね、はい、だからちっちゃいのが入ってる。もうちょっと大きいのに入れとくと面白いのができるっていう曲がらなくちゃいけないんだよね。え、曲げるんですかこれ。そうなの、本当は。そうなんですか。だから木みたいに作るってことですか、うん、そうそうそう。でも2年しか持たないんですけどね。あ、まあ、種がでもいっぱいできるから。そう、どんどん循環させてみたいな。循環をするんですけど、するんですけど。あ、寝伏せみたいにしとくってことですか。ああ、曲げるときに針金かけれないですもんね。ああ、そう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 、押しつぶしとくんです。まあでもこの花かわいいから盆栽というよりは添え草。添え草、これ草ですからね、木じゃないから別に曲がってなくてもいいんだけど。ほら、かわいいでしょ。うん、あ、花がね、いいですね。花咲くんですよ。そう、こうなってくるとね硬くなってくる。これこれほら古いと1年生は結構曲がってるからね。それまで出たばっかり。ああ、確かにちょっと曲がってますね。だからこっちだとそのくらいはしっかりする。うん、うん、これね1年、これ生まれたてだから。で2年間は維持できる。そうそうそう、そう、多分冬の寒さでいっちゃうんだと思うんで、うん、暖かいとこだと3年ぐらいは生きてるかな。室入れた方がいいですか。これは入れた方がいいですね、うん、ビニールハウスぐらいはこうでしょ、はい、であとこうです。これちっちゃいか、うん、これちっちゃくてもねいいっちゃいいんだけど、でも迫力出すんだったら僕はそれかな。これどう、どう、これ、まあ、それの方がかっこいいですよね、うん、かっこいいですか。じゃあそれで、アマメバチだから、あの水二重鉢にするじゃないですか。はあ、二重鉢にしたら勝手に増えてくれるってことだ。種が落ちて。あ、そう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 、そういうことか。一本だけね、売らないでいつもそうやっとくの。へえ。そうすると次の年何本か生えるでしょ。なるほど、うん、そんなに増やしゃしませんよ。蔵なんで。それはいいですね。面白いから、ちょっとした飾り、夏のね、うん、飾りには涼しげでいいんですよ。すごいふわっとしてて。夏はでも今の時期に花が咲いてる。花ずっと咲いてます。ずっと咲いてるんですか。うん、種が落ちちゃ咲いて、種が落ちちゃ咲いて、だからそんなにあれじゃないんですよ。ブーム来るんじゃないですか、木漏れ日草ブーム売ってないってあんまり売ってない。うちと深夜さんち、深夜さんち売ってる。ちゃんとちょっと止めただけでほら大丈夫ですね。偉いですね。こういうのバーって生えてるとね、わかんないけど1本ずつ植えると意外性があるんだよね。どっちが前かな。こうだいぶ1の2年で違うでしょ、うん、これだったら添えに使えると思います。そうですね。
色鉢が合いますね。さっきいろんな鉢見たけど、うん、そうですね、やっぱり色鉢、ね、淡い感じなんで、そうそうそう、黒っぽいのだとどっかな、黒、真っ黒が合うよね。で、真っ黒、逆に真っ黒が、